はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望革新、続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、武田をですね、うまく攻撃して、武田の勢力自体の勢いをそぐということに成功して、東美濃、西美濃、この辺りも完全に勢力圏内を収めたというところで、武田の本領甲斐、ここも攻略しました。なので、武田に対しては引き続き攻略戦を挑みつつ、周辺勢力となっている本願寺、さらには鈴木、そして現在中国地方の計略、これを始めてますので、今回は毛利と大きな戦いになるんじゃないかなというふうに思っています。では早速続き始めていきましょう。周辺勢力で言うとですね、邪魔くさいのが西賀、この辺りが結構邪魔くさいので、西賀を信兼の軍勢で攻略をさせています。で、信忠の方が岡山城、つまり毛利ですね。で、信勝が小山御坊ということで本願寺の攻略に当たっています。これを支援しつつ、安土、観音寺と二条御所、これが直轄で信長が自ら収めているので、必要に応じて、兵を送っていきたいなというふうに思います。技術はどうだ、内政行きたいんだけどなかなか内政行かないな。となると騎馬学者とか今さらいるっていう話だしね。だとしたら兵器、ただ兵器もな、大砲とか作るのかっていうとちょっと微妙。となると一旦鉄砲銃眼でも作っておきましょう。遊ばせておくのはもったいないので。で、その隙に建設で、内政の学者、これをちょっと作っていきたいなと思うので、街並みを破壊していかなきゃいけないかな。そうすると農村とかあんまり破壊したくないけど、どうだろう、1もちょっと破壊したくないよな。召喚も破壊したくない、農村も破壊したくないとかって言ってると結局何もできないんだよね。御所の方はどうなってる、建設、学者、内政、いけるじゃん。しかも尋常じゃない量立てていくぞ。さあこれで御所の方が一気に内政学者が大量に立つっていういびつな感じにはなってますけど、取捨選択は必要になってくるのでよしとしましょう。で、一条谷、大正寺、この辺りにだいぶ軍勢入ってますね。で、小山御坊に入っている、本願寺勢5万、これを踏み潰したいね。となると信長自ら出陣するというのもちょっと視野に入れましょう。というわけでバイバイ。鉄砲と買っていきましょう。最低でも鉄砲は1万は欲しいですからね。で、この後鉄砲の後は軍馬も買って刑事も出陣させるという流れでいきましょうか。で、毛利から返還の使者、ここは金を巻き上げます。さすがよ、8万。ちなみに他だと2段打ち、あや打ち、欲しいのあるけどまずは金だ。金を巻き上げましょう。んで、巻き上げた金で再び鉄砲を大量に買います。今御所の方はさっきやったように全員が内政の学者建設に勤しんでいるので数がちょっと足りないというのもあります。さてと、有馬、豊臣家臣、どうしようかな。正直能力的には必要ないな。豊はやめましょう。
で、一式との同盟が結べると、まあ、無用な合戦はこの際避けたいというのはあるので、内容によりますが、一式とは、一式さんは、この信長と同盟の延長をしたくない。そう言ってるようですね。外交でもう一度確認しましょう。本当にそう？そうだね。原因を送ってもダメってなると間違いない。となると、先端を開くことになりかねないのかな。で、軍馬も購入していきます。軍馬も数としては、まあ1万近く、8000ぐらいは欲しいので、隊が出てるな。災害のところで反乱が起き、こういう時にね攻め込む好機なのかなと思うんですけどね。とろくなやつが来ないよな。高山城主金継ぐのこと来てますけど、能力的には全く使えないのでいりません。で、内政築城、まあ、この辺りはいらないかな。金はすべて。裏臭いになりましたね。今ちょっと飛ばしちゃいましたけど。織田裏臭いに名前を変えてますが、その前にバイバイだよね。バイバイ。軍馬。これを買っていきます。で、軍事、歩兵が今できない。すでに募集中か。となると2万3000から2万5000ぐらいの軍勢にはなりそうですね。で、これ小山御坊に一気に兵を進めましょう。我が領内に向かって出陣しました。畠山、これが大勝寺に兵を送ってくるか。よくそんな無茶するな。徳川からの交渉の使者赤い城、まあいいでしょう。大したね内容ではないし、もう恐るるに足らないというのもあるので、それよりも大丈夫か。この木に一気に潰しにかかろう。牙でケージ入ってるね。 OK だ。ケージを大正寺に派遣しましょう。進めー。で、結局ね、どうせまたすり減らして帰ってくるのは間違いないので、内政の売買で軍馬をもう常時購入したいぐらいですよね。金が尽きない限り常時鉄砲軍馬、この辺りはアホみたいに買うっていうね習慣をつけていきましょう。畠山潰してその勢いで一気に小山御坊も攻略しちゃいましょうか。毛利家臣ですね。これも能力70に満たないのでいらない。いや、完全に一瞬にして消えたな。畠山は全く大したものの数ではない。承知しました。槍突撃は欲しいな。統率8、槍突撃買っておこう。でだ、それ以外のところで言うと、ちょっと軍団方針見ておきますね。信兼がいまいち西賀を攻めようとしないのが気になるな。さあ、取り付いたので小山御坊このまま踏み潰しにかかります。圧倒的な兵力、15万を超える兵力で本願寺を踏み潰そうとしてますからね今。
で内政は2期作、あでかい2期作、マジででかい、本当にありがたい2期作、すぐにでもやろう。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。ちょっと待って、今津軽が武田に滅ぼされたってさ、武田さちょっと知らないうちにさ上にものすごいことになってるね。何したのっていうぐらい上にえげつないことになってる。おりゃおりゃおりゃ、これはちょっと武田油断ならないですね。さあではこのまま一気に畠山七尾城攻略に入りましょう。で、軍団の方針は変えます。信忠信勝とありますが、信勝の方の攻略目標を畠山に変えます。徳川から妖精の使者、駿府へ援軍、まあ出しましょう。そうだな、せっかくなので、いやろくなもん持ってないな家康は。まあ普通に承諾してあげる。でじゃあ観音寺から軍事出陣しましょう。信長これ1万2000を駿府に出す。駿府が攻められてるの今。誰に？とりあえず駿府に出すか。進め！今、北条と家康が争ってる形ですね。どうやら。なので、これの支援に当たりつつ、御所、兵いないな。できればね、もう一気に、災害も落としたかったんですが、これがちょっと叶いそうにないです。敵の城、完全に包囲しました。見ている。一気に落とそう。おりゃー！ただ、ここに来て、上杉に退路を断たれた。マジか。お味方の部隊、壊滅しました。見ている。マジかい。完全に上杉にしてやられた。上杉にしてやられたな。やってくれる。で信長は何してるの？お、秀次ですね。関白秀次。まあ本来だったら70に満たないんですが、まあ、秀次は登用しておきましょう。信長はさ何がしたかったの？完全に謎だな。まあ一旦信長はじゃあ安土に戻しまして、上杉に大軍が敗れた形になっちゃいましたからね。でそのこやつらはどこへ向かっている？謙信は春日山が武田に攻められてると。これ今こそ好機だな。今こそ七尾城を攻める攻撃。
上杉が出払ってる隙に今度こそ仕留めよう。で任せといて間違いなさそうなんで、信長は、方針を変えて、一気に雑賀攻めにかかりましょう。行くぞ。敵部隊壊滅しました。敵将討ち取ったり。さあ石川康長、徳川家臣数正の子ですけど、数正のこの割には能力微妙だな。さあ春日山で激戦を繰り広げてれば、春日山がどうなのかちょっと微妙だな。そしたらそのまま七尾城を攻めた軍勢、これを間髪入れず完全に畠山の息の根を止めにかかりましょう。停戦の使者内容は68,500、カステーラーもあるけど、まあここは拒否して鈴木の息の根も止める。信長自ら出陣したことによって、重い腰を信兼が開けた形ですね。なので信長はもうその役割を果たしたと言っていいので彼女に戻ります。でものすごい消耗したので、せっかく買い漁った、馬とそれと鉄砲なので、これをまず回復させます。また買っていくってことですね。まずは鉄砲かな。鉄砲がもう全くなくなってますからね。まあ、信長が1万持ってっちゃったんで、それはなくなるよねって話なんですが。で、豪商の方はどうなってる？建設、学者、内政、建てられるね。サクッと建ててもらおう。よし、最後が攻略者ね。春日山が武田の手に落ちてるね。しかし大軍が来てるな。どういうことだ。やつらめ、やってくれる。まずは、外政、いや、違う。外交、要請、家康、深志の防衛に入ってもらおう。来ないんかい。散々要請したじゃないか。停戦は武田聞かないね。となると不可視が取られるわけにはいかない。よって出陣させなきゃいけないけど、信長が間に合わないな。くっそー、うかつだったな。足軽でもいい、1番送りましょう。これを不可視へ送る。急いでね。なんなんだよ家康、お前駿府へ援軍出してくれってさ、ちょっと都合良すぎないか。まあ、出してやるけどさ。御所が攻められることはないでしょう。なので駿府に兵を出してあげるけど、まさか春日山がやられるとはな。謙信としてもちょっと不甲斐ないよな。ブラクサイ5000、これが不可視に援軍か。数が足りないな。
ちょっとずれちゃいましたね、すいません。おお、不可思に援軍出してくれた三成が使者で、ありがたい。これで不可思が守れるかもしれない。不可思は守りたいぞ。さてと、軍団方針確認します。まずは信金、これはこれ方針を岡山城へ変更で、信忠これの攻略方針を八つ橋に変更します。で信勝だよな、信勝は、まあ、上杉攻略かな。まずはで上杉攻略はいいんだけど、不可思が守りきれるかという問題で、誰が討ち死にしたの。北条からの返還の使者、金を巻き上げます。いや待て、二段打ちをもらう。ちょっと誰が討ち死にしたのか確認したかったな。確認できませんでしたね。まあ後でログを確認しましょう。さてと、ここで停戦は叶わなかったね。まあしっかり守りきった形ではあるかな。敵の軍勢が我が領内に向かって、北条の八王子が出が筒子が先に攻略か。結構敵が多くなってきたね。出たー、信長包囲網。何回目の信長包囲網だよこれ。内政、騎馬適正、鉄砲適正は欲しいね。そしたら早速久しぶりに数をもろもろ与えておきます。不満持ってやがるな忠興。輝政も不満持ってんの、三成も。いやーよろしくないね。で、あとは授与します。何を授与するっていうと、まずは二段打ち、これを誰かにあげましょう。一段、鉄砲の適性がもちろん高い人にあげましょうね。で二段打ちを持っていない長ちゃん、一門衆、まあ、一門にあげてどうするんだというのはあるんですが、あと鉄砲の適性が今 A の人間を S に引き上げましょう。A で言うと忠興、長秀、信忠だな。嫡男信忠、で、お、早速攻略に入ってるね、八つ橋城。鈴木も滅亡に追い込んだと。終着ですね。敵の軍勢が、さて武田が不可思に来てるか。不可思の戦いがなかなかきつくなってきてるね。不可思城に関してはちょっと築城技術上げて早急に防御力を増したいな。直轄にしてっていうのもありだけど、ちょっと待ってくれ。不可思よく見るとあれだな、筒子ヶ崎館でも先端が開かれてるからなかなかきついねこれ。地図で確認しましょう。まず北条型ですが、兵22万か。武田が19万、一方信長が90万と、その2つの勢力を超えてはいるものの、さらに毛利でしょ、毛利の23万。なかなかしんどい戦いだな。筒子ヶ崎館も不可思も取られるわけにいかないので、お、金継ぐのもとにですね、訴状。これは樋口金継ぐ、つまり後の直江金継ぐですね。
え、こんなことあったんですね。ちょっと知らなかったな、これは。さて、信行隊が来てる。10万近い軍勢に信孝は何してる。高影が使者できましたね。真下長森。これはじゃあ捕虜交換にしますか。条件提示、捕虜交換にします。ちょっと一旦上杉に対してはどうだろう、勧告してみる。さすがに無理か。もう残された家の数多くはないですが、上杉に関しては信長自ら行ってどうなるかだな。逆に信長が行ったら信長捕らえられて首をはねられそうなものですね。まあそうなるよね。当然受け入れてもらえないという話だ。さて、そうなるとちょっとでも味方を増やしておきたいので、各方面の黒人衆の懐柔に入りましょう。金はいくらでも払う。他に協定結べる人材というかある？良き場所、こんなものかな。水軍とも手を結んでおきゅう。毛利攻略、今毛利よりも怖いのは北条武田の連合軍なんですよね。なので早めに上杉を潰しておきましょう。というところで、時間がいい時間になりましたので、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続き、プレイしていきたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。